中原さなえ7月31日から2012年5月15日は東京市四谷区出身の女優。本名、深作さなえ。夫は映画監督の深作金次、同じく映画監督の深作健太は長男である。父は戦前東方で活躍した藤尾淳であるが、さなえが幼少の頃に家を出たため、母で舞台女優の南部幸恵が一人で育てた。 国本女子高等学校卒業。在学中の1953年に村八部で主演級の役でデビュー。現代プロダクションに入り、設立メンバーの山村里氏の家に住み込み、女優としての所作を学び、蟹ニ高専にも出演。独立プロ系の作品で活躍後、母と知り合いの水野た滝子にスカウトされ、1955年に日活と契約。 年間6本で1本あたり20万円と高額の条件であった。中原と笹森玲子、浅岡瑠璃子、清水まゆみ、吉永さゆり、足川泉の6人は日活パールラインと呼ばれ、いろいろなジャンルの映画の中で主役から脇役まで様々な役柄を幅広くこなす、器用な若手女優として8年間に80本の作品に出演した。 1964年にフリーとなり、人義なき戦いシリーズなど投影を中心に、各社の映画に顔を出す。テレビドラマにも2時間ドラマなどに多数出演している。私生活では、河内民夫と事実婚状態となるも、短期で未入籍のまま別離した。その後、1965年に、映画監督の深作金次と正式結婚した。 深作との間に出生したのが深作健太である。深作にはたびたび女性問題などの集文が報じられるなど、深作、中原の夫婦仲は多方面から心配されたが、中原は深作の正居まで別離を選ばず、夫婦生活を全うした。夫の金次が亡くなった後は、表舞台に一切出ず、引退状態であったという。 2012年5月15日、心不全のため正七76歳遺没。などなど、ありがとうございます。